おー、どうですかこれ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。豆乳、おー、スイカゼリーの完成。スーパーで購入しましたスイカです。特売で一玉1000円でございました。はい、おー、どうですかこれ、素敵なスイカじゃないですか。ご覧ください、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。この一番甘いところをね、うん、うん、甘っ、うまっ。じゃあゼリーもね作っていこう。やばっ曲がった。はい、ということでスイカのくり抜き成功でございます。あとはこの果肉をぶっ潰してジュースを抽出していこうと思います。で、下におそらくジュースが溜まってますので、すでにジュースは 517g ございますね。はい、頑張ろう。どんどん絞り取っていきます。860 1560g ということで、スイカジュースをいただきますよ。あー、甘っ、うまっ。ゼラチンでございます。投入します。投入とは混ぜていく。悪くない、こんなもんでいいでしょう。ではスイカジュースにゼラチン液を投入していきます。混ぜます。それではスイカゼリー液をこちらの器に投入。おうおうおうおお。あとはラップをしまして冷蔵庫に入れます。ご覧の通りスイカゼリー出来上がりました。カットしていこうと思います。おお、スイカゼリーの完成。これ着色料使ってないんですよね。いただきます。あいや、来た。あー、一生分のゼリーを食べた気持ちです。ごちそうさまでした。3日間スイカ生活、ぜひご覧ください。